どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあこのガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にこのちっちゃいウクレレでどんどん音楽楽しめるようになりますよということで、日々簡単レッスン動画公開しております。今日ももりもりレッスン始めていきます。本日テーマソングこちらになります。どーん、月9朝ドラ君が心をくれたから主題歌、宇多田ヒカルさんの何色でもない花。こちらの曲すっごいふんわりした、なんか不思議なね、浮遊感満載の何とも言えない宇多田ヒカルさんのカラーが出てるんですけどね、この構成もすごい曲なんですよ、これ。で、ショートカットアレンジをしたくってもですね、全然できなくて、結局フルコーラスです。だから結構ボリュームはあるんですけど、最後の感想の長い繰り返しのところは、カットしてますけど、歌う部分はですね、ほぼやっているということなんですけど、なかなかすごいこのメロディー感なんですね。これ、じっくり取り組んでいきましょう。さあ、本日はですね、Gラボのガズモデルウクレレと、シンプル簡単バージョンではこっちの初めてウクレレを使ってレッスンスタートしていきたいと思います。こっちの初めてウクレレはなんと Amazon で即ゲットできるようになっております。ぜひ Amazon で初めてウクレレちょっと検索してみてください。はい、よろしくお願いします。はい、ポップアップショップがオープンです。長野県松本の島原楽器店で、イオンモール松本ですね。どのウクレレも試奏できます。 G ラボのね、すべてのモデルのラインナップの展示試奏ができますんで、ぜひぜひ足を運びください。よろしくお願いします。さあ、レッスン入っていきましょう。いつものように2バージョンでいきます。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレリ超シンプル簡単バージョンゆっくりやるんですけど、この曲ですね、めちゃくちゃちょっとね、なんつうの、面白い展開になってて、前半と後半でリズムが変わります。前半はなんて言ったらいいでしょう、ワンブロックに6回弾くんですよ。いわば6拍子っていうのかな。だからこのワンブロックでタタタタタタって感じなんですね。だから最初こう C と C ってやったら、タタ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 みたいな感じで、6回弾いていくということになってますね。で、これが後半になると普通の4分の4拍子で1ブロック1、2、3、4となってます。これちょっとテロップにも表記しておくんで、ここね、ちょっとね、この変化をお楽しみくださいということですね。で、後半はかっこいいバージョン。これかっこいいバージョンはね、なかなかね、すごいです。弾き方がかなり特徴的ということで、じっくりレッスンしていきますよ。2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん、まずは音楽を始めましょう。今のところでちょっとお勉強するだけで、これからの人生自分の好きな曲どんどん自分で生み出せるようになります。ぜひ音楽始めてください。ガズレレで。はい、ラーレッスン始めていきましょう。宇多田ヒカルさんの何色でもない花。まずは初心者さん向けシンプル簡単バージョンからやるんですけど、一個だけ、そうだ、言い忘れてた。このコードが簡単バージョンから登場します。C オーギュメント。これはね、簡単なんでちょっとトライしてみて、C を押さえとって4弦の1フレットを押さえるだけ。この2箇所だけですから。はい、このコードがちょっとね、かなりね、ポイントを占めるんですよ。シンプル簡単バージョンからこのコード登場していきます。後でも解説していきますけど、ひとまずやってみましょう。シンプル簡単バージョンやってみる。One, two, three.
られなきゃ何も信じらんない存在しないと確かめようもない事実しか真実とは及ばない私たちの心の中には誰にも奪えない、そんなに守らない、でも平気だけど自分を信じられなきゃ何も信じらんない宇多田ヒカルさんの何色でもない花、ガゼレレ流シンプル簡単バージョン、フルコーラスバージョンやってみました。しかも原曲キー、これ原曲キーなんです。ぜひ皆さん取り組んでいただきたいと思うんですけど、さっきも言ったけどこの C オーギュメントというコードがいきなり簡単バージョンからも出てきます。これ簡単でしょ、 C を押さえておいて、これ1個だけですからね。はい、なんとかこれでトライしてみてください。このコードが最初のね、ふんわり不思議な感じを、君がここのね、不思議な怪しげな感じ、ふんわりした感じを表現していると思います。はい。なんつったってこれフルコーラスですからですね。なかなかこれ覚えるの大変だし、最後の方はもうほぼラップっぽい感じの言葉のね、このタイミングがもう超絶妙です。聞き込んでこれはやってもらうしかないですね。ぜひやってみてください。時間かかるかもしれませんけど。でもね、いいですよ。この曲、なんか僕もね、昨日一晩ね、やってたら夢に出てきそうなぐらいの世界観でした。トライしてみてください。ガズレレの動画には歌詞とコードが出てますんで、それ見ながらウクレレ弾いてもらって、練習スタートもしてもらえて、1個目のゴール設定としてはガズさんが今やったシンプル簡単バージョンのガズに合わせて一緒にできたら、これはすごいことだと思います。結構ボリュームありますからね、フルコーラスですから。はい、一緒にできるようになった、ここを目指していただきたいんですけど、まあできた方おめでとうございます。さあ次のステップ行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガゼレレ YouTube を一切見ずに皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初から歌詞とコード丸暗記するのはやっぱ今日は長いしね、ちょっと難しいよね。だからですね、まずは楽譜練習がいいと思うんですよ。楽譜みたいなものを見て何回も何回も練習して、いずれ覚えちゃって大空に向かってこの曲を歌うとか最高だと思うんですけど、でも楽譜って一体どこにあんのっていうことだと思います。安心してください。今の演奏はですね、ガズがこう手書きで書いたこのね、ノート、このノートに書いてあるこの楽譜を見て今演奏していったんです。今日はもうビッチビチのボリュームですよ。見てください。これ後でもうちょっとしたらこんなに画面に大きくして、みんなもこんな風に書いてみたらいいよってシェアしようと思うんですけど、今大変便利なサービス、これが始まってます。ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、ガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大な山のようなね、楽譜のストック、手書き楽譜のストックの中から毎月5曲、皆さんがこの曲やってみたい、この曲いいな、私チャレンジしてみたいみたいな感じでお選びいただいて、お手元にですね、デジタルデータで、すぐにですね、ダウンロードできてご活用いただけるという素晴らしい画期的なサービスがスタートしております。で、このガズクラブなんですけどね、楽譜のダウンロード以外にもね、いろいろあります。毎月2回ガズクラブメンバーがもう世界中からのね、参加があるんでね、大セッション大会、毎月2回やってるガズオン、これめちゃくちゃ楽しいんですよ。ぜひこれもね、盛り上がりますからね、これも体験していただきたいのと、メンバーの方だけが参加できる Facebook の非公開グループで皆さんの演奏動画をアップロードして、みんなでワイワイ楽しくやってるようなところがあったりと、なかなか楽しいクラブ活動になっております。ガズクラブぜひチェックよろしくお願いします。そしてこれとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学というのもやってます。こちら大学ですからちょっとハイレベルですよ。こちら YouTube メンバーシッププログラムというやつを使っていまして、毎月590円の学校代をいただいてですね、毎週2回ライブ配信による濃厚講義でございます。こっちはですね、大学ですから皆さんちょっとねレベル高いですよ。入ってくださる方、きっと16ビートとかカッティングの練習とかして、それができそうでできないかみたいなぐらいを練習してくださる方々と、すごくいい感じになるんじゃないかなというふうに思います。課題曲設定して深掘り、チャットでもその場でいろいろやり取りしながら進めていっております。で、あとね、毎朝7時半からラジオ配信してます。ガズラジといって、スタンド FM という無料アプリ、ラジオアプリと、あとガズラジという別の YouTube チャンネルがあります。毎朝7時半から365日ガズの面白いラジオ配信、ウクレレのこととかいろんなこと、ぜひチェックしてみてください。今言ったこの3つのことは概要欄に貼ってあるんで、チェックしてみてくださいね。それでは、楽譜を見ていきましょう。何色でもない花、宇多田ヒカルさん、月9ドラマ、君が心をくれたから主題歌になっております。はい。この C オーギュメント、これね、このコードが
これですからね。はい。これが弾けるようになると、まあいいと思いますがですね。さっきも言ったように、この前半、ここにも書いてあるんですけど、前半のね、ところはね、ワンブロック6回弾く6拍子っていうんでしょうか。ちょっとね、とにかくこれで、タタ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 タ感じですね。1234561234567こんな感じで弾いていたというのことでございます。なのでここは3回ずつです。CCC333 CCCG7 みたいな感じですね。はい。で今日ちょっとねこれ場所の節約というためにですね、ワンブロックこれちょっと前半これちっちゃいんですね。でこっから4分の4拍子、普通のリズムに変わるんですよ。自分を信じられなきゃのところ。ここは1234123、通常の4分の4拍子になるんですけど、ここからは普通の、大きさになってます。ワンブロックが。1234で。ここはだから、6回行くことになってるんですね。でん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 で、ここまでね。はい。ここちょっと最初にお見知りおきください。イントロはこれなんですけど、これしばらく繰り返しますからね。こんな感じです。で、やっぱりね、この、ここら辺の、英語の漢字とかね、流れるようにいったら結構慣れが必要だと思うんですけどですね。まあ、ひとまずこれ、ね、映しておきます。お時間ある方は、これ一時停止して書いてみてください。そして、今ご紹介させていただいたガズクラブでね、このデジタルデータ、ガズの手書きノートのデジタルデータをそのまま皆さんお手元にダウンロードしてもらうのめちゃくちゃ有効です。ガズのノートの特徴言っていきましょう。ここ、V が書いてある。で、ここ、点が書いてある。これがですね、リズム。今日の曲もね、これめちゃくちゃ役立ちます。ちょっとやってみると、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、トントントン、君がくれたのは、何色、ね、ここでタイミングがわかるんですよ。この点々で。これかなり参考になると思いますね。あとは、歌詞カードには出てこない、これ伸ばすところ。これがめちゃくちゃ役に立つ。あと、ワンブロックに対しての歌詞の位置関係とか、この辺もかなりですね、ノートにね、めちゃめちゃ情報詰まってるんで、これぜひやってもらいたいなと思います。ここちょっと英語なんで詰まっちゃってますけどですね、ここがね、英語のところですからね、また、ここ A メロ、B メロみたいな感じで、やって、まずイントロから 1AB。いいですか？一時停止で。ちょっとだから見づらいんですけど、こういう、最初の頃、方はね、ゆったりなんで歌い方が。だけど、やっぱりタイミング難しいですよね。そこよく聞いてくださいね。はい、いいかな？一時停止ね。はい、そしたらここです。2番の A から2番の B。だからここまでが、2番の B、ここまでが、ワンブロック6回弾く6拍子っていうんでしょうか？のリズムですね。はい。そして、いいですか？あ、じゃあ、ここまずひとまず2番の AB を書いてくださいね。コード進行一緒で歌詞が変わっていきます。はい。で、こっからですね、ラスト1、ラスト2というふうに、ガズは区別したんですけど、こっから普通の4分の4拍子ですから、ここでちょっとリズムが変わります。コードも1ブロック2個ずつになってきて、ここのね、言葉のタイミングですよ。ちょっとラップっぽい要素がある、この辺。これはかなり聞き込み必要ですから。はい、一時停止して帰っていってください。ここにもね、ガズのノートにヒントがたくさん、タイミングが難しいんでね、ここはね、掴んでいってください。で、最後 F で終わったよと。本当はここからエンディングで結構な長くあるんですけれども、歌のパートとしてはこれで終了ということです。さあ、出てくるコードを見ていきましょう。今日はさっきも言ったけど、この C オーギュメントっていうのがシンプル簡単バージョンで出てきましたね。C と4弦の1フレットを押さえるだけなんで、なんとか言ってください。はい、それ以外のコード。C と C オーギュメントと Am-F、Dm-G7、E7。はい。コードは、この C オーギュメントを除いては、これ、この6個はもう超簡単コードですからね。ガズレレでは入門コードのグループ、これです。はい、ガズレレ必須コードのグループのメンバーなんで安心してください。このガズレレ必須コードとは一体何かというと、初心者の方に一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コードのグループなんですよ。その10個はあるのかと思うかもしれないんだけど、1個ずつ見たら入門コードなんで超簡単。だけど10個いっぺんに覚えようとするとめちゃくちゃごちゃごちゃに頭がなっちゃうんで、そこで私が皆さんにめちゃくちゃ役立つ、めちゃくちゃいい動画を撮ってます。説明している動画です。概要欄に貼っとくんで、ぜひその動画をチェックして、10個のコードを覚えちゃってください。はい、それではかっこいいバージョンの解説に入っていきましょう。かっこいいバージョンの練習入る前にやっぱこういう歌ですね。この曲ね、前半も難しいですけど、君が、この不思議なメロディー。これがですね、歌いづらいとき、慣れるまでこう、掴むのにちょっとね、聞き込みやっぱかなり必要だと思います。で、リズムが、この6拍子、1、2、3のリズムなんで、このリズムがですね、結構こう、癖物と言いますか、これただならぬね、なんかあれって感じになっちゃうんですよ。タイミング合わなくなるんですよ、つまりは。ここね、あと英語のとこもですね、ゆったり聞こえるんだけど、すげえ慌てますからね。I'm in love with you, invaded you,
in it with you、 ここのところね、ちょっと英語がね、 in it with you と in love with you のタイミングのこう順番がねごちゃごちゃになっちゃうなんかして、ここら辺かなり落ち着かないとですね、ちょっとね焦っちゃうんですよね。でリズムが速くならないので気をつけてもらって、で後半の方のラスト、自分を信じられなきゃ、ここ言葉のタイミングがねもう後半すごいね、難しいですよ。うん、私たちの心の中身は誰にも奪えない、このエンドがねかっこいいんだな、もうすごいソウルフルでブルージーで、しかもちょっとヒップホップっぽいね、なんか要素も感じる、んでもうここはねもう聞いてください。はい、そんなこと歌をちょっと確認してもらって、かっこいいバージョンの解説入ってきます。かっこいいバージョンは出てくること一緒、つまり弾き方が違うんですけど、この弾き方が今日はねなかなかすごいことになってます。はい、じゃあ今日出てくるリズムこちらになります。どう、これだから3連のアルペジオと言いますか、今日6連の、6拍子のリズムということでね、一応3連のアルペジオというふうに、書いて、カズレレではこの、言い方してるんで書かせてもらってるんですけど、これと、後半では16ビートと16ビートのチャ、これ合わせ技、16ビートでちょっと一回ね押さえるところ出てくるんで、こんな表現でやってみようと思います。はい、今出てるリズムの弾き方の解説は概要欄に貼ってあるウクレレでできるリズムのいろいろというところにそれぞれの濃厚解説動画がアップロードされてるんで見てみてください。さあもう早速じゃあリズムですね、最初前半これがね一番むずいです。このリズム。ちょっとやってみましょう。ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー。こんな風にやりたいんですね。今、テントゥントゥンテ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 ン、ワンブロックで、テントゥントゥンテ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 ン、こんな感じです。1、2、3、4、こんな感じですね。これが1、2、3、4、5、6、1、2、3、4、5、6ですからね、これをやってもらいたいということなんですけど、これがですねずーっとこれが続くんですけど、難しいっていうか指がもう迷子になっちゃうんですよ。ちょっとこれかなり練習必要ですよ。しかもこれ歌うんですから、これ歌のタイミングもめっちゃ難しいから。でちょっとこのね、今の3連のアルペジオを解析するとこんな感じになります。 C をまあ押さえておくとすると、1弦と4弦同時に弾きます。1弦と4弦同時に弾いて、次3弦、次2弦、1弦、2弦、3弦です。1、4、3、2、1、2、3、これを早く繰り返してます。1、4、3、2、1、2、3、1、4、3、2、1、2、3なんですけど、普段の3連のアルペジオよりも超速いですから、つまり倍で取ってるわけですから、はい。で、マニアックなこと言うと、本来宇多田ヒカルさんのアルペジオはこの順番じゃないんですよ。こんな順番なんですね。これちょっとかなりね難しかったんで、今回ガズレアレンジではそれよりちょっとレベルを落とした順番、でん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 にしてますからね。本当の順番通りにやりたい人は、でん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 で、こんな感じかな。1、4、3、1、2、3、2ですね。でん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 で、これ難しい。これはハイパー難しい。ガズさんもちょっとこれをずっと弾きながら歌えなかった。なんで今回はガズレレアレンジとして、トゥン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 、こっちで、やっていくということでございますが、これでもね、まあ、早いんで、難しいです。ちょっとトレーニングしてください。ちょっとね、練習してみましょう。ワン、ツー、スリー、ゴー。早いですよ、結構流れるようにふんわりやりたい感じです。はい、これがまあ基本になります。この流れる感じ、ちょっとこれ修行が必要です。で途中のあーそんなに遠くない、ここら辺も同じですからね。なので最初1番の A メロ B メロ、2番の A メロ B メロまでこのリズムが淡々と続きます。これがね、リズムキープとかね、このテンポが、指がもう絡まったりするんでですね、ここも本当にね、練習してください。で、この後ですね、最後のラストのところになったら、今度16ビートのチャイになります。自分を信じられる。ここはですね、16ビートのチャで、結構跳ねてるリズムで、本当にね、こうグルービーな感じ。ドンチッタカチッ、ドンチッタカチッ、ドンチッタカチッ。この感じがいいですね。ダイナミックな16ビートのチャでございます。そしてですね、サビの後半中、中盤のところの、私たちの心の中身を誰にもって、ちょっとラップっぽくなるところがあるんですね。そこはですね、チャが入らない16ビートで、ちょっとおとなしめにやるのがかっこいいなというふうに思います。そこやってみると、せーの、
私たちの心の中には誰にも奪えない、そんなに守らない、でもへえタッ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 、こんな感じ。最後チャタタタタタ C で盛り上げといて、最後の自分を信じに入っていくという、ここちょっと一回下げるのが、あ、これ結構いいかなという感じで、こんなリズムアレンジにしてみました。だからあの決めっていうのはそのないんですけれども、とにかくリズムキープと、このリズムをこうひたすらこう繰り返していくっていう、そのね、ループ感がこの曲のやっぱり一番深くて難しいとこかな。前半のところの特にあのアルペジオのところがなかなかこれ難しいと思います。リズムキープが本当にこの曲がキーポイントになると思います。ノリが最後変わるところはね、一回深呼吸して大きいリズムでドンッつってパカッつってパンッと急に変わるからね、その辺のノリの違いもですね、あのあたふたしちゃうんで、ちょっと何回もその切り替わりのところは練習した方がいいかなというふうに思います、ということなんですけれどもですね、いやーすごい曲を作れますね、宇多田ヒカルさん本当で。ミュージックビデオもすごい素晴らしい、なんか砂漠みたいなところで宇多田ヒカルさんがこう歌ってらっしゃるんですけどね、あのビデオもねすごい曲の雰囲気に合ってて素敵でした。ぜひビデオもご覧になっていただいて、この歌詞の世界観とあの映像を合わせて、あ、頭の中でこうね描いてですね、映像を、はい、弾き語りしていきましょう。さあそれではやっていきましょう。宇多田ヒカルさんの何色でもない花ガズレレ流かっこいいバージョン、フルコーラスバージョン、やってみる。ワン・ツー・スリー・ワン・ツー・スリー。君が
宇多田ヒカルさんの何色でもない花、ガゼレレ流オリジナルフルコーラスバージョン、しかも原曲キーバージョンでやってみましたけど、このね、最初のアルペジオのね、この淡々と続くところがもうこの曲一番やっぱりキーポイントになるところかなというふうに思います。ガチャガチャせず流れるように柔らかくここを弾けたらもう最高ですけど、これはね、修行が必要だと思います。楽しんでやってみてください。お知らせです。はい。こちらの方が、リリースされましたよ。これ大好評でございます。はい。ハンディ版、ハンディ版ボリューム1とハンディ版ボリューム2ということですけど、これそれぞれ過去に出していた、こっちが1、2、こっちが過去に出して3、4が2冊分がこれそれぞれ200曲収録というね、話題の本でございます。Amazon 並び書店さん、楽器店さんので、今販売しておりますんで、ぜひね、チェックしていただきたいと思うんですけど、これ Amazon とか楽天ブックスさんでご購入いただいた方は、レビューを書いていただけるとですね、これからまだガズレレ知らない方にすごい参考になると思いますので、ぜひともよろしくお願いします。いろいろやってます。ガズレシピというアプリがあってですね、その中でも楽譜が、購入できたり見たりとか、インストールは無料ですので、まず入れてみて、お試し、楽譜もあるんで見てみてください。そこでもね、たくさん楽譜がゲットできますからね、一曲でもセットでもゲットできるようになっていたり、あとね、この、水引きとかキャップだとか T シャツとかね、このウクレレストラップとか、こういうグッズもたくさんトレーがあってます。公式ホームページのこのバナーに行ってもらうとね、ありますね。まずガズレレ公式ホームページに行ってもらって、このバナーをちょっと見つけていただくと、そういうのもあったりとか、あとね、ガズピアノっていうのもやってるんですよ、ガズレレでは。はい。本も出てます。これね、ガズさんが考えたね、宇宙一簡単な、弾き語り専用の鍵盤楽器の弾き方です。これをね、世の中ひっくり返るぐらいの大革命なピアノの弾き方なんですよ。ぜひこのガズピアノの、YouTubeこれ YouTube チャンネルやってるんですよ、ガズピアノ。ぜひ皆さん、本当に簡単ですから、鍵盤楽器は全く弾けないガズさんが思いついた弾き方ですからね、ぜひチェックしてみてください。まあ何はともあれ、このガズレレ公式ホームページを見てもらうとですね、すごくいいと思いますよ。はい、ぜひ見ていってください。それでは皆さん楽しく音楽していこう。バイバイ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、ガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大な山のようなね、楽譜のストック、手書き楽譜のストックの中から毎月5曲、皆さんがこの曲やってみたい、この曲いいな、私チャレンジしてみたいみたいな感じでお選びいただいて、お手元にですね、デジタルデータで、すぐにですね、ダウンロードできてご活用いただけるという素晴らしい画期的なサービスがスタートしております。で、このガズクラブなんですけどね、楽譜のダウンロード以外にもね、いろいろあります。毎月2回、ガズクラブメンバーがもう世界中からのね、参加があるんでね、大セッション大会、毎月2回やってるガズオン、これめちゃくちゃ楽しいんですよ。ぜひこれもね、盛り上がりますからね、これも体験していただきたいのと、メンバーの方だけが参加できる Facebook の非公開グループで皆さんの演奏動画をアップロードして、みんなでワイワイ楽しくやってるようなところがあったりと、なかなか楽しいクラブ活動になっております。ガズクラブぜひチェックよろしくお願いします。そしてこれとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学というのもやってます。こっちは大学ですから、ちょっとハイレベルですよ。こっちは YouTube メンバーシッププログラムというやつを使っていまして、毎月590円の学校代をいただいてですね、毎週2回ライブ配信による濃厚講義でございます。こっちはですね、大学ですから、皆さんちょっとねレベル高いですよ。入ってくださる方、きっと16ベイトとかカッティングの練習とかして、それができそうでできないかみたいなぐらいを練習してくださる方々、すごくいい感じになるんじゃないかなというふうに思います。課題曲設定して深掘り、チャットでもその場でいろいろやり取りしながら進めていっております。で、あとね、毎朝7時半からラジオ配信してます。ガズラジといって、スタンド FM という無料アプリ、ラジオアプリと、あとガズラジという別の YouTube チャンネルがあります。毎朝7時半から365日、ガズの面白いラジオ配信、ウクレレのこととかいろんなこと、ぜひチェックしてみてください。今言ったこの3つのことは概要欄に貼ってあるんで、チェックしてみてくださいね。それでは、楽譜を見ていきましょう。1, 2, 3, 1, 2, 3.
災が自分を信じられ